白い何か。俺が中1の時に体験した実は、夏休みの終盤、東久留米にあるおじさんの家に、父さんと母さんと泊まりに行った日のこと。おじさんの家には、ゲームとかもなくて退屈していた。母さんは、おじさんやおばさんと喋っていて相手にしてくれない。途中で、いとこ家族も来て、話に加わって夢中になってる。家にいても退屈なだけなので、暑いけどしょうがないから、いとこの A 子と外をぶらついていた。その周辺は、マンションだかショッピングセンターを作るために森が削られていたんだ。それで俺は、ずっと前に来た時、おじさんに連れて行ってもらった神社のことを思い出した。あの神社はまだあるんだろうか。そう思って俺は記憶をたどって、その神社までなんとかたどり着いたんだ。そこには以前と変わらない風景があった。神社の入り口から石の階段を登ると、上からは森が伐採されて、平地になった建設地が見えた。俺が、うわぁ、すっきりした景色になったなぁ、と言うと、A子は、ねえちょっと、と、俺のシャツを引っ張る。なんだよ、と、A子が指さす先、鳥居のそばの、でかい、石柱の下から、白いものが出ている。それはシルクのような、つやつやとした感じの布に見えた。ちょこんと出たそれはせわしなく、風もないのに、ひらひらと揺れている。俺はビビりのくせに、いとこの前で、いいところを見せようと思い、その白い物体が、何であるかを確認してきてやると言って、そーっと、その下から出た部分だけに、注目しながら近寄った。その物体との距離が50センチくらいまでになったとき、突然背後で A 子が、ギャーッと大きな声で叫んだので、俺は驚いて A 子の方を振り向くと、すでに階段まで走って降りようとしているところだった。わけがわからず、俺は追いかけた。階段の途中で、神社の神主さんみたいな人が上がってきて、駆け降りる俺に、どうした？何があった？と言ってきたのだが、俺は A 子が心配で、ああ、ちょっと、と、その場をやり過ごし、止まらずに下まで降りると、後ろからその人がしばらくしてから、またやったんだな。どうなっても知らないぞ。この悪ガキが、みたいなことを言っていた。あまり覚えてはいないし、よく聞こえなかったけど、それに、ずっとそこには来ていないので、何をまたやったのか、当然心当たりもない。神社の階段を降りて、おじさんの家の方角を見ると、A子は猛スピードで走っていて、もう通りを挟んだ、遥か先まで進んでいた。俺はなぜかそれに、すごい恐怖を感じたんで、全速力で追いかけたんだが、途中で息切れしてしまい、途中からは歩いた。歩いている間も、A子はあんなに怖がって、何を見たんだろうと恐ろしかった。やっとおじさんの家に着くと、A子は、おじさんたちが雑談をしている今のソファーの陰にいた。おじさんたちは話に夢中になっていて、A子のことは何も気にはしていないようだ。俺はぜいぜいしながらA子に、大丈夫かなあ、どうしたんだよ、おい。と言うも、何も答えないので、ソファーの上からA子を覗き込んだ。A子は黙々とティッシュで何かを作っていた。よく見えないので、何作ってるんだよ、見せてくれよ、と言って、それを取り上げようとしたら、A子はそれを飲み込んでしまった。その日A子は全く口を聞かずに、トイレに出たり入ったりを繰り返したり、口にティッシュを入れて、その端だけを出して、上下左右に振って踊り出したり。俺がA子のお母さんに言っても、自分の母さんに言っても、ふざけているんでしょと、まともに取り合ってくれない。で、次の日、朝起きると、A子は台所で水を飲んでいた。昨日よりは、だいぶ落ち着いた様子だったんで、俺は、昨日何を見たんだと、A子に聞いてみた。するとA子は、しぶしぶ答えてくれた。A子が言うには、俺が、あの石柱の下から出ている、白い布に近づいているとき、最初はA子も、そこに注目していたんだそうだ。それで、俺が近づくにつれて、石柱の後ろから、上にニューッと、白い何かが出てきたんだと。それと目が合った途端に、頭の中ぐるぐる回って、とてつもない恐怖を感じたって。でも、それがどんなやつかは、絶対に言わなかった。3人目。私の知り合いに双子がいますが、同時刻に3カ所で目撃されたという話を聞きました。本人が怖がっていたので、私は見間違いだよと言ったんですけど、その友達の A は、でも世の中には自分と似た人が3人いて、3人目に会ってしまうと死んじゃうとか、私は双子だから、もう1人目には合っているし、どうしよう。と、取り乱している様子。果たして、双子も数に含めるのかどうかは置いておくとして。私もその話は聞いたことがあるんですけど、失礼ながら本気で信じてはいないし、そもそも本当に見間違いだと判断しているんで、その場は笑い飛ばしました。で、次の日 A に会ったとき、よく考えたら、A が直接会ったわけじゃないし、カウントなんかする必要はないよ、と言ったら、まあ、怖い話にはよくある結末なんですけど。え？何のこと？私昨日、あなたとは会っていないけど、そう言われてしまいました。自分と、似た人というのは、その存在すら乗っ取ってしまうんでしょうか。私は、てっきり似ている人がいるだけで、その人はその人で、別の人格を持っているものだと、そう思っていたんですけど。波長。俺は鉄道自殺をした見ず知らずの女に取り憑かれたことがある。その時は霊能力者に払ってもらったんだけど、8月に入ってすぐ休みが取れたんで実家に帰ることにした。4、5日間の帰郷だけど、高校の時の友人と遊ぶ約束もあり、めんどくさかったけど帰郷したんだ。実家に帰って1日目は、長旅の疲れもあって、すぐ休んでしまった。2日目の夜、友人3人と、約束通り、飲み会をすることになった。飲み会終了後、テンションが上がって、この時期にはぴったりな、肝試しに行くことに。この近辺では有名な自殺の名所や、出ると噂の某施設などに行ったが何事もなく、最後に俺が疲れたあの踏切に行ってみた。その踏切は昔とあまり変わらなく、線路近くの街灯だけがぼんやりと浮き上がっていた。そこでも何事もなくテンションは下がってしまい、解散という流れになった。例などに鈍感な俺は何事もなく3日目、4日目を過ごした。帰郷最後の日に、先日亡くなってしまった友人のお父さんにお線香をあげるため友人の家に向かった。その友人は心霊スポットに行った3人の友人とは別の友人。幼少の頃から大変お世話になっていたんで、寄らないわけにはいかなかった。お線香をあげ終わって友人と話していると、友人の会社の部下が奥さん同伴で現れた。その部下と部下の奥さんも話に加わって雑談をしていると、唐突に部下の奥さんが俺に向かって言った。あなた最近心霊スポットの類に行かなかったって。なんでわかったんだと疑問に思いながらも言ったことを告げると、自殺した女の人がついてるよと言われてしまった。何でも彼女は幽霊などが見える体質だとかで、詳しく聞いてみると、電車で自殺をした女性で、俺には全く関係はないけど、波長が合ってしまうとかで、俺に取り付いているらしい。一通り話を聞き終わった後、過去にあったことを話す。そうすると彼女は、ため息をついて話し始めた。以下、話の内容。細かいことは多少忘れてしまったので、大まかに。最初に疲れて払った時は、多分、俺の体から霊を離しただけで、成仏などはさせずに払った。居所をなくした霊は、自分が死んだ場所に戻った。そして再び、その場所に俺が登場。霊はまた、波長が合う俺につく。といった流れで、また俺は、見ず知らずの女性の霊を背負い込んでしまうことに。仕方ないんで、彼女に知り合いのお寺を紹介され、その足でお寺に。1時間弱、お経を、和尚さんと一緒に読んで、その後軽く説教。これで完璧に払うことはできたらしい。まあ、前回のことがあるから不安なんだけど。心霊スポットや、あの踏切には、不用意には近づかないように、心に決めたのは言うまでもない。以上が、俺の恐怖体験でした。と、言いたいところなんだけど、実はその後、まだ恐ろしいことが。実家から帰ってから、一緒に心霊スポットに行った友人からメールが来た。実は、心霊スポットに行く先々で、友人が携帯のカメラで写真を撮っていた。心霊スポットで撮った写真には何も写ってはいなかったんだけど、俺が疲れた場所で、俺を撮った写真に、変なものが映っていたとのこと。メールで送ってもらった画像をよく見てみると、顔らしきものが映っている気がする。踏切は畑の中を走っているため、確かに光源は街灯だけのはずだったのに、街灯以上に光る物体の上に顔らしきものがあった。やっぱり俺は本当に取り憑かれていたんだな。